忍忍，那么今天就来一下我们忍者必须死了。那今天的话，我们继续来看一下小娇故事的后续哦。反正目前来说，那个黑化的小娇啊，就是那个神秘女人，居然就是我们自己，而且是我们这个黑化的这个自己了。那我们就来看一下究竟后面还有啥秘故事。哎，他好像还有就是比较高级的那个，就是那个关卡哎，妖了个修，寻找同类，好不好？这个。复仇的火焰，所以他这边就有交代，就是小娇的这个真身世，哎，还蛮酷的。这个已经玩过了哦，普通模式，真正的一家人，来吧，熊猫人哦，小白要来救我们了，是不是？我真的觉得小白这一次剧情里面真的一点都不累，好不好？他这一次懂得打感情牌啊，来了各位。どうやらお前の昔馴染みがわざわざ共に死に来てくれたようだぞ。哦。カラコ、大丈夫？みんなと一緒に助けに来たよ。熊猫人一族。カラコ、取り出。ここは俺たちに任せろ。熊猫村民甲，怎么感觉好像很强？どこのどいつだ？うちのカラちゃんをいじめるのは。小娇娇。邪魔なパンダどもだ。完了完了，干嘛？啊，跑走了。哦，小娇已经昏厥了，是不是？啊、哦！完了，是不是？啊！哎哎哎！もう少しだからね。頑張って。小娇扶起来了。哇！救命！逃げ場はないぞ。有恐怖怪兽！哦不！呜！哎，要死人啦！雷の盾！太难了吧！我靠！後ろに！这个要三星真的还蛮难的。哎呦，干嘛？哎呦，我靠！我靠！哎、欸，不是，みんなに見せてやるんだ。是吗？哎、欸，我以为他刚放屁、欸，你知道吗？我靠！我靠！白痴哦、喔，怎么玩呐、啊？雷域结界，哎、欸，太难了吧这个。カラコ、取り出までもうすぐだよ。啊，完了！熊猫人损失惨重啊，各位！完了，我一直在受伤啊！我靠！这关要三星是不是？我靠！而且他还有那个哎、欸！他喷下来还有那个哎、欸，还会有这个波！哎、欸，我一直疯狂受伤啊，一直被烧到啊！等一下，哎呦！小娇不是小白，其实也蛮猛的。不是啊，这熊猫人一直在死啊，这是没问题吗？哎呦，我靠！不是，我怎么觉得后面那个小娇我比较喜欢啊，好强哎、欸！喷啊！哇！哇！把人家引到村子里面哎、欸，这不太好啊！完了，要烧光这个了。砦に戻り。牢上でもするというのか。ならば見せてやろう。死の炎とはどういうものかを。浴火凤凰哎。啊，完了！完了！妈，超过二十次了，完了，死定了！怎么这么烂呢、啊、我？等一下我再看一下啊。来来来，再来继续。好难哎、欸。这小白也太难了吧！要了个修，天不加被气，完蛋了哦，各位！来，这边再跳过，走起 ，Go go，Let's go！ 哦，这个很难呢。我先慢慢跳好了。まだ逃げる気か？もう逃げ場はないぞ。我先慢慢跳。来で！哎，明明就有熊猫人在帮我挡，干嘛？みんなにの盾！哎，熊猫人怎么没有挡到？哎，後ろに！哇，完了！靠，完了！这真的可以死五吗？近場は近だ。みんなに見せてやるんだ。僕が。因为他招式是吃辣椒啊，难怪之前没办法发，因为吃不了辣。
出すか。雷域結界。雷域结界感觉很帅哦。カラコ。干完了。干。欸，太难了啦，白痴，重新开始了，已经打不了了。哇靠，太扯了吧！哇哩嘞嘞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 ，死定了！好扯哦，怎么会如此？好难好难。もう少しだからね。頑張って。まだ逃げる気か。もう逃げ場はない。来ないで。这关确实有点小难度呢哦。不管，我现在优先让熊猫人帮我挡炮。早く後ろに！拜托了，熊猫人，我要完成三星挑战。你们只能帮我挡刀了，各位。近場は近だ。みんなに見せてやるんだ。冲啊！一番有名なパンダ人だってところはね。白旗真的蛮可爱的，欸，不是啊，我怎么，哇，我冲去已经被烧两次啊，哭了，怎么会这样？哇哩嘞，我完了完了又来了，哇，完了完了，哇，被丢过来了，拜拜来送啊，各位，太惨了吧，拜拜来送啊，哎呀，完了，靠。完了！救我们啦，熊猫人，快点！我要拿到三星，你们只能捐躯。哎呦！看完了，哇！完了完了，哎，真的很难哎，难怪有人说这个超级无敌难，确实是有难。我的天天天，救命！好难哦。哇哩嘞，哇哩嘞，哇哩嘞，哦哩切！カラコ、もう少しだからね。頑張って。まだ逃げる気か？もう逃げ場はないぞ。是哦，这个。来ないで！这个闪的东西真的太多了。帮挡一下，熊猫人！雷の盾！快快快！後ろに！疯狂拿熊猫人挡刀，抱歉了，因为我真的很想要三星呐。近場は近だ。みんなに見せてやるんだ。会不会晚点发啊？不行哎。サバトリ。あ！勇敢なパンダ人だってところはね。这小白真的很可爱哎。我好像被烧了两次。ラスカ。雷域結界，雷域结界，我都看到几百次这个雷域结界。完了，被丢过来了。哦，不要闹啦，干嘛啦？好了啦。完了完了完了。完了完了完了。你感觉就还是得，还得快冲。这边点给怪虫，哇，冲啊，熊猫人，快帮我帮我挡帮我挡帮挡帮挡，我全部被吸过去。哎，屁啊，我觉得对熊猫人他们有点不公平，那个火明明就已经被我闪掉了，然后妈还会自动吸到那个防护罩里面，哎，超酷的。超酷的，我的天啊！来嘛，各位，跳过，有了吧？有了吧？三星，耶、yeah! ！我的嘎仔，好险哦，好不好？可爱可爱，来，真正的一家人来了，各位。私のせいだ。私のせいでみんなが。完了。そんなこと言わないでよ、カラコ。カラコ、僕たちのササバトリデンには雷神じいちゃんの過去があるんだから。雷神じいちゃん言ってたでしょ。雷神じいちゃん。僕たちの家、帰る場所を守るって。私たちの帰る場所。そうか。
ここは私の大切な帰ってくる場所。各位，家族库啊，各位。大長老じいちゃん、これ、じいちゃんのために作ったカラコ特製の超辛いよ。靠，超辣的，我的天。哦，そうか。一番味の濃い唐辛子を使ったの、全部私が育てたんだから。おいしい。哇，熊猫人真的。ほらほら、お前らも食べなさい。熊猫人们真的是很棒哎。阿力表示三小。余計なことを言うでない。食べると言われたら食べるんだ。力兄さん心配しないで。哦，阿力哥哥。原来阿力是哥哥啊，各位。もうしろってば。本当心配かけるんだから。え？こんな寒い日は服をたくさん着込まないと。気に入ってくれた？これシロのために作ったんだよ。え。そうだった。力兄さんも冬服がないんだっけ？それじゃあちゃんと後で用意してあげないとね。他每天热死。みんな辛いの食べないのに。毛があるから冬服なんていらないのに。小さい頃から私どれだけみんなに迷惑をかけてたんだろう。こんな私でも家族と思ってくれるなんて。カラコ、何ぼーっとしてるんだい。ほら、大好きな唐辛子だよ。小猫厨子。さあさあ、傷口の処置をしよう。冬服用に使う面があったはずだ。欸，可是这个熊猫穿衣服欸。そうだ、カラコ。最近新しい料理は発明していないのかい？あの黒いやつ追い払ったらまた教えてくれよ。ここんところみんな辛味タケノコのこと食べ飽きたって言ってるさ。辣子笋丁啊，他们还是慢慢在吃辣。うちの店にもぜひ来てよ。カラコのファッションセンス最高なんだから。明星爆款。カラコ、どうしたの？なん、なんでもないの。没错。ただ、你是熊猫一族的人啊，小家伙。こんな簡単なこともわからなかったなんてね。本物の家族って、ただ同じものを食べて、同じ服を着ることじゃない。待って、もし私の炎があいつに取り込まれてしまうなら。ねえシロ、私に服をくれるって言ってたよね。え？うん、そうだけど。カラコ、どこに行くの？ちょっとあいつに、笹場としてはすごいなって言ってくる。雷池小将出撃了，各位。ついでに、シロの仕返しもね。所以呢，各位家人呐、啊，好不好？好好珍惜一下现在在你身边的这些家人呐、啊，他们才是最棒的呀。